皆さんこんにちは、小場所です。寺村です。はい、今日のテーマなんですけれども、舐めたら痛い目に遭う、必修化された小学校の英語覚える単語700個ということでですね、まあ皆さんもご存知の通りですね、英語の必修化が2020年度から始まりまして、まあいわゆる小学生の方もですね、小1からではないんですけれども、小5からかな、英語学習がスタートしているということでございます。ちょっと記事を紹介しながら、いくつかね、僕の意見をお伝えしたいというふうに思います。小学校での英語学習は2011年から5、6年生で始まりました。外国語が活動として扱われ、教科扱いされていなかったので席がつきませんでした。なので確かにそうなんですよ、勉強していたんですけど、その例えばあなたはすごく優秀ですよとか、あなたはダメですよみたいなのなかったんですね、で実際のことを言ってしまうと、もうここに対応して10年以上前からやっぱり英語学習ってすごく盛んになってて、英語塾に行ったりとか、教育熱の高い方はどんどんね、英検取らせたりとかして、まあ、中学受験しない子なんかだと、小学校だけどね、英検3級持ってます、準2級持ってます、なんなら上位の子なんて2級持ってますみたいな子もいたりしているので、まあ、今更感はあるかもしれません。ただ実際ですね、2020年度からですね、学習内容が大きくさらに変わりまして、しかも成績がつくようになったということなんですね。実際ですね、小学校は3年生からですね、勉強するようになりまして、前倒しされたということなんですよ。で、2018年からの移行期間を経て、3、4年生は外国語活動で年間35単位、1週間に1から2コマ程度行われていると。小学5、6年生になると年間70単位で1週間に3コマ程度に増えるということなんですね。で、さらに英語がその教科になりましたので、国語とか算数みたいに成績がつくということになったわけですね。で、実際に小学校の英語は聞いて話すだけではなくて、簡単な読み書きの習得を目指して行われているということなんですよ。で、結構僕驚いたんですけど、小学校で学ぶ英単語の数は6から700個程度、結構多いですよね。で、6年生の教科書には過去形も出てくるということなんですね。で、実際小学校での英語学習は中学で学ぶものを単純に前倒ししたものではないとされているんですね。なので中学校のように体系的に文法は学ばないというふうに言われています。で、実際このね、筆者の方のお子さんは5、6年生の時に英語を、上のお子さんは外国語活動定義で学ばれて、で下のお子さんは教科として学ばれたということなんですね。で、下の子の英語の教科書の厚さは上の子が使ったテキストの倍近くあってびっくりということなんですね。で、教科化された下の子の英語の教科書を上の子に見せたら難しいと目を丸くしたということなんですよ。はい、で、これね、もともと小学校から大変だねって思うじゃないですか。はい、で、さらに大体の人がイメージするのは、前倒しじゃないと言われているにもかかわらず、前倒しに感じるから、あ、中学校はちょっと楽になるのかなとか、高校が楽になるのかなと思うじゃないですか。それも違うんですよね。はい、はい、中学校で習う英単語はなんと2倍以上にさらに増えていると。そうなんです、ね。はい、で、共通テストも大きく変化しているという見出しがあります。中学校の英語の授業は小学校で英語を学んできた前提で進みます。だから一回重複してやるんじゃなくて、あ、分かってるよねと、算数と一緒になったということです。ここでかいですよ、一緒になったということです。その結果ね、中学校の入学式から帰ってきた息子がもらってきた英語の教科書を見たら、小学校で習った単語がたくさん書いてありました。息子に尋ねたら、習ったんじゃないかなと他人事のよう案の定夏休み前には英語に苦手意識を持ってしまいました。それはそうですよね。小学校で英語が強化された翌年の2021年から中学校で学ぶ英語の内容も大きく変わったと。単語数およそ1200から倍の2500語に増加。今までは高校で学んでいた仮定法、現在完了形を中3で前倒しで学習。また、現時点では実行できているが、中学校は少ないようですが、文科省は中学校の英語の授業を英語で進めようとしている。まあ、要は、イングリッシュ、イングリッシュってことですね。で、卒業後は高校に進学した先の大学入試の英語も、まあ、結構難しくなってきているんじゃないかということなんですね。で、まあ、ここから先はね、まあ、ちょっといろいろまた書いてあって、共通テストこうなったよみたいなことはあるんですけど、まあ、皆さん、もううちチャンネル見てるなら知ってると思うんで、そこは端折らせてもらいます。はい、で、実際どんな勉強していけばいいのかみたいな話があって、まあ、この記事の中だと無料の語学学習アプリとかラジオ番組とかで気軽に始めていこうぜみたいなことが書いてあります。で、まあ、ここはまあ皆さん読んでください。でですよ、多分まあ戦々恐々と多分してる方が多いと思うんですけど、実際どうなのって話なんですよね。はい、実際どうなのと。で、これぶっちゃけて言うと、もともと英語をしっかり勉強している人からすると大きくは変わりません。しっかりってどのぐらいっていうと、はい、高校受験で開成とかつくこまとかなんだとか、そういうレベルを受ける子はあまり影響を受けません。はい、なので単語数見て、いや結構ビビるじゃん、はい、僕はやってました普通に。あ、なるほどです。このぐらいのこと全然、はい、なのでそういう子からすると別になんですけど、ただ、はい、一
般の偏差値60とか55とか、うん、なんなら50ぐらいの子、うん、地獄です。はい、そうです、ね、言葉通りです。あの地獄ヘルです、ヘルまずね、そもそも中学1年生から3年間かけて1200語だったわけよ、はい、それが小学校からやって、はい、3000語以上なのよ、はい、多分3倍近いのね。いや、そうですね、ちょっと僕も中学校の時単語を覚えるの結構その段階でいっぱいいっぱいだった記憶があるので、はい、これは大変だなと思いましたね。そうです。じゃあ僕がね、の小林はね、なんかこう頭いいからできたんでしょって言われるんですけど、そんなことないんですよ。僕ね、小学校5年生の頃から英語塾に行ってたんですよ、はい、で英語塾に行って、まあ、最初の1年間はちょっと会話中心の、イングランド英語というかイギリス英語を学んだのね、はい、発音めちゃめちゃ良かったんだけど、はい、文法全く分からなかった、はい、なんですけど、小学6年生から英語塾変えまして、あの文法をね、基礎英語というラジオ講座、ね、でやってくれる塾さんに行ったんですよ、うん、でそこでゼロから文法を学んだんですけど、毎週ですよ、基礎英語の教材に出てくるチャプターを確か週にね2個ぐらい進めていくんですよ、はい、でその2個分当然新しい単語とか出てくるじゃん。で必ず単語はノートがあって専用の、はい、英語でアップルって書いて、次にリンゴって書くのよ、はい、そしたらアップル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 って1行全部アップルって書かなきゃいけない、はい、で次の単語もやるの、はい、書き取り全部、わ大変です、ね、で毎週宿題チェックで目の前で先生が見て音読して言ってみせるみたいな、はい、それを僕小6の時やってました。小6から中1の終わりまでやってました。もう英会話教室みたいな感じじゃなくてもがっつり英語勉強されるって感じ。そう、がっつりやってました。だからもう全然もう他の子が英語やって学校で英語やってる勉強とか、普通のその辺のその補習塾とか、はい、進学塾に圧倒的に英語を勉強してました。そうなんですね。そうだからで、まあもともと1年間そのまあ助走期間もあるでしょ、はい、そのだ 耳とか良かったからね当時は、うん、なので1年間プラス2年間勉強して、でも中1の終わりに準2級取ったんですよ、はい、で当時は中1で準2級って言ったら結構すごかったんだけど、はい、今はもう全然ですよ、ね、みんな持ってるからね。で結局じゃあどうすんのって言ったら小3から授業始まるじゃん、はい、そうするとやっぱ親御さんはね塾入れるんですよ、英語塾とかに、はい、そうすると、まあ、別に英語なんでね、別に難しい概念をやるわけじゃないんで、まあ準2級とか2級ぐらいならいけるんですよ。ちょっとね準1級ぐらいからちょっと難しい概念の条文とか入ってくるんで、うん、あと英作もねちょっと聞き方がまあ別にいやらしいわけじゃないよ、全然英検って素直なあの問題しか出ないんで、なんだけどちょっとこうテーマが難しかったりとかするん で、ね、小学生が書けるかっていうと書けないことはないんだけど、ちょっとこうお勉強ができる子じゃないと難しいけど、うん、まあ、正直準2とか2級だったら全然いけます、はい、で3年間でしょ、小3小4小5小6 4年間とか、なんなら中1 5年間くらい勉強したら取れちゃうんですよね、中1の子で、はい、なので要は学習の早期化が進んでいるわけですよ、うん、だからはっきり言いますけど、まあ、中学受験をしてね、まあ、その難関中学高校に行くで とにかくまあ中高一貫入ってから英語、うん、頑張るみたいな子は、まあ、それはそれでいいと思うんですよ、はい、それも一個の道ですよね。つまり英語以外をかなりこう貯金を作った上で英語にも取り組んでいこうっていうご家庭もあるから、一方で中学受験しないし、うち地方だからそもそも受けられるとこないしっていうご家庭とかは英語でまずめちゃめちゃ貯金作ってるんですよ、はい、そもそもだから別にその中学校の教材が2500語に増えましたふーんって感じですよね、はい、この格差ですよ、格差。いや、そうですね、そう英語格差がすごいわけ、はい、だからその個人的にはですよ、とにかく英語を勉強した方がいい、本当に、うん、で気軽に始めよう、まあ別に気軽に始めることをダメで言ってるわけじゃないんだけど、ふーんつってやってても無理です、追いつけません結構ガチめにやんないときついっす、これは。相当僕やりましたからね、毎週そのラジオ講座の基礎英語の 2個分かな、チャプター2つっていうのかな、2個分勉強が進んで、で音読も全部そのできるようにしなきゃいけないのよ、はい、そのハロー、マイネームイズなんとか見てあんじゃん、はい、アイドルもうちょっと難しくなってくんだけど、うん、あれを読めなきゃいけないのよ、はい、で週に2回だったと思うんだけど、はい、週に2回あるんで、だから1回勉強してそのチャプターの書き取りやって文章を全部音読できるようにして、うん、でまず授業の前に宿題チェックコーナーがあって宿題チェックに行ってで音読してアップルアップルアップルみたいな、はい、で音読できたら丸つけてもらえて、で音読できないとやり直しみたいな、うん、でやりますと宿題チェックで、その後授業入ったら前回の復習をやってまた次の講座にやり進みますみたいな、で週に1回15分だか忘れたけど30分だかネイティブとの会話があるのね、まあ、集団会話なんだけど、はい、ネイティブにパッて聞かれてで答えるみたいな、でその例文集があるのよ多分100、はい、200ぐらいあったんじゃない、そんな、それは全部暗記よ暗記、はい、だからもうハリュリュハリュリュみたいな、ポッパポッパ答えられるようにするみたいな、そう大変でしょ大変です。いや僕実はちょっとだけその小学生の時英会話教室に行ってたんですけど、うんうん、ただ
適当に遊んで美味しいグミもらって帰るっていう。そうそうだよね。いやだからそれをやる実はいいんだけど、はい、まあ、多分それやるのは小3までとかなのよ、もう。そうなんですね。そういう時代なのよ、はい、だから本当にちょっとあの頑張んないと英語はやばいっす、うん、だそれか本当に中学受験をして、まあ国語とか算数だよね、そこでがっつりね時間をかけてやって、うん、英語は中1以降からしっかりやるでもまあいいんだけどね。ただね、今後多分小学校で英語やってるんで、はい、中学受験に英語が入ってくる可能性僕大いにあると思うんですよ、うん、だってさ中学側もさ英語できる子欲しいじゃん。そうですね、うん、だやっぱりそれはね今後出てくると思うから英語やってた方がいい。でなんなら本当の上位生のご家庭とかだと受験では使わないけど、まあ、ただ小6は中学受験に集中させるけど小5まではがっつり英語やらせてるご家庭とかあるからね。そうだから小5までのうちに英検2級は取っておきましたわよ、うふふみたいな。で小6はサピックスでしっかりやりますわよみたいな、はい、はい、改正受かりましたわよ、つかも受かりましたよみたいな、はい、もうさこれ格差よ、えぐいですね。地域のそのまあ多分僕の地元とかだとそもそもなんか、うん、あの中学受験っていう概念がないところとかとの、ね、もうとんでもない格差が出てきちゃいそうです、ね、うん、そうそうそう、だから本当に、まあ、これからそのより学力格差って増えていくし、はい、まあ、格差の良し悪しっていうのはあるってやっぱり僕はね機会均等だと思うのでしっかり勉強する機会が必要だと思うんで、やっぱりそうなると、まあ、学校の勉強だけではなかなかしんどい、うん、塾とかを活用するってことも一つなのかなと思います。ただ今はいわゆるがっつりした塾ってどうしてもお金かかってしまうので、まあ、そうじゃないねスタイルの塾っていうのもありますから、そういうところもうまく活用していくってことが僕は大事かなというふうに思うんですよ。それこそテキストをやるとか、まあ、なかなかね小学生にやらせるって難しいんだけども、会話をやってくれるね人を見つけるとか、結構そういうのもねこれから大事になってくるんじゃないかな。うん、まあ、ただねやっぱ小学生の指導ってまたこれもこれ難しいよ ね、 そうですね、僕もね小学生を指導する自信がないのよ。だから中学受験コースやってないんだけど、はい、なんかねもうブチ切れちゃいそうで、もうやってきてないんで宿題みたいな言っちゃいそうだからね、はい、まあそれ冗談なんですけど、まあただまあそういうねなかなか難しいけど ね、 そうですよね。ただとにかく英語はしっかりやった方がいいです、はいはい、とにかく中学受験を特にねしないって方であれば武器にしていかないといけないので、うん、だって数学では絶対ビハインドがあるわけだから、はい、うん、そう考えるとやっぱりね今からというかね、なるべく早くから英語に対しては触れた方がいいかなと思います、うん、特にうちの塾なんかだと、まあ、地方でもう学校の、ね、ダントツトップですみたいな、なので正直学校はちょっと受験対策できないし周りに塾がないんですよねみたいな感じで来てくださるご家庭とかあるんですね、はい、やっぱそういうご家庭は中学受験を、まあ、してるご家庭もあるし、そのしててもでもほらその荒波じゃないわけ、改正つくごま多いみたいな、はい、だからまあそこはもう一応ね公立に行くよりはいいからしましたぐらいのご家庭とかだと英語やってんだよね、うんうん、で中学生だけど順位持ってますとか全然ザラですよ、うん、なのでぜひね皆さん負けないようにね頑張っていきましょう、ね、英語の勉強の仕方なんかねでも YouTube にたくさんありますよね。そうですね、うん、そういうものも活用すればいいし、あとはねオンラインで、まあ、比較的その、まあ、うちとかだとねしっかり管理をするってなるんで高くなっちゃいますけど、やっぱりある程度英語見てくれる先生っていうのも増えてきているので、うん、うまくねあの指導者見つけてみるのがいいと思います。で特に早い方がいいです。やっぱり指導者も当たり外れあるし、やっぱお子さんが小さければ小さいほど合う合わないも出るじゃないですか、はい、なんかねちょっとこの先生怖いんだよねみたいな、本当はいい人でもねちょっとこう顔が怖いとかさあるかもしれないしね、はい、なんかこう男の、ね、子だと女の先生をこう舐め腐っちゃうとかあったりするわけ、うん、僕もそうでしたよ。小学生の時ね女の先生ちょっとバカにしてたらすげえ怒られたよ塾長に今でも覚えてるあよくねえんだなと思ってね反省しましたけど、まあ、そんなのもありますんでね、ぜひ皆さんあの英語勉強頑張ってください。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。